国立研究開発法人土木研究所は国土交通省所管の国立研究開発法人。現在の組織は2006年4月1日より独立行政法人土木研究所と北海道開発土木研究所の再編により新たに発足したものである。土木研究所は建設技術及び北海道開発局の所掌事務に関連するその他の技術のうち 土木にかかるものに関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び、成果の普及等を行うことにより、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本の効率的な整備及び、北海道の開発の推進に資すること。この場合の土木技術は、主として河川、道路、歓迎地に関する調査、研究、技術開発を指している。総務。 企画関係以外は一部を除き、研究部門において原則としてグループチーム制をとっている。研究部門における役職等はグループ長、本部長等を筆頭にチーム長に相当する上席研究員がある。各チームでは上席研究員等以外に総括主任研究員、主任研究員、研究員のほか民間企業から技術研究のために出向した。 交流研究員、特定分野研究を主とする専門研究員がある。ありがとうございます。